カカオ。カカオ、学名、テオブロマカカオは、アオイカ、クロンキスト体系や、シンエングラー体系では、アオギリカの常緑樹である。カカオの木、ココアの木とも呼ばれる。学名のテオブロマはギリシャ語で、神の食べ物を意味する。チョコレートやココアの原料として栽培されている。樹高は4.5から10メートル程度。 本種の生育には、規則的な降雨と排水の良い土壌、湿潤な気候が必要である。標高約300メートル程度の丘陵地に自生する。中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とする。樹齢4年程度で開花し、直径3センチメートル程度の白い品種によって赤から黄色味を帯びる、完成果を棒状につける。結実率は1%未満。 カキは原産地では周年、栽培地では気温による。日本では沖縄県や小笠原諸島で栽培されており、5月以降に開花することが多い。果実は約6ヶ月で熟し、長さ15から30センチメートル、直径8から10センチメートルで幹から直接ぶら下がる、完成果でカカオポットと呼ばれる。形は卵型が多いが、品種によって、 長大円形、変卵型、三角形などで、外皮の色も赤、黄、緑など多様である。中に二十から六十個ほどの種子を持ち、これがカカオ豆となる。種子は四十から五十パーセントの脂肪分を含む。果肉はパルプと呼ばれる。収穫期は産地によって異なるが、おおむね年二回で寒気と雨季に行われ、収穫された果実は果皮を除いて一週間ほど。 発酵させ、取り出されたカカオ豆は、ココアやチョコレートの原料とされる。現在栽培されているカカオの品種は、産系統が知られている。西アフリカと東南アジアで多く生産され、主流となっている。南米のアマゾン川、オリノコ川源流地域原産で、成長が早く大病性に優れるなど栽培しやすい。果実は、黄色で、苦味が強い。ガーナ、 コートジボワール、ナイジェリア、ブラジルなどの品種がある。ベネズエラ、メキシコなどでわずかに生産されている。独特の香りからフレーバービーンズとされる。メキシコからベネズエラにかけて分布し、古代から利用されてきた。病害中に弱く大規模栽培に不向きなことから、19世紀半ばにほとんど壊滅した。果実は赤や黄色で苦みが少ない。ベネズエラ、 トリニダードトバゴなど中南米で栽培されている。ホラステロダネとクリオロシを交配したハイブリッド種でトリニダード島で育種に成功したことから命名された。栽培が容易で品質も優れる。原産地であるメソアメリカでは紀元前1900年頃から利用されオルメカ文明の時代から栽培食物とされていたことがグアテマラのリオアスール遺跡などマヤ文明。 アステカ遺跡の土器、壁画、石碑から分かっている。カカオという名は、ミヘソケ古族の語彙で、元はカカワと発音されたとされる。当時は、飲料としてよく用いられたほか、貴重品だったため通貨としても用いられ、カカオ豆の皮に灰などを詰めた偽物も存在していた。1502年、コロンブスは、第4次航海で、現在のホンジュラス付近で、カカオの種子を入手し、 スペインへ持ち帰っている。最も利用法が不明で、その価値に気づいたものはなかった。1519年、コンキスタドールのエルナンコルテスはアステカで、カカオの利用法を知る。砂糖や香辛料を加えたショコラトル、チョコレートは上層階級に歓迎され、1526年にはトリニダード島に栽培地が建設された。カカオが飲料としてヨーロッパにもたらされた。 最初の記録として、1544年のケクチ、マヤ族の施設による、スペインのフェリペ皇太子、後のフェリペ2世への訪問がある。フランスにはスペインから嫁いだ王妃アンヌドートリッシュが、広めた逸話があり、17世紀にココア飲料が流行し、1660年代にマルティニークでの栽培を開始した。その後もカカオ栽培は拡大し、1830年頃から、 西アフリカのポルトガル量産止メトなどで栽培されるようになる。19世紀半ばに中米のプランテーションが病害により生産量が激減するとアフリカが変わって生産の主体となった。さらにイギリスがスペインから咀嚼中のフェルナンドポートを現在の赤道ギニアでプランテーション経営を始め、1879年には黄金海岸、現在のバーナに出て、 詳しが導入している。1890年代以末、フランスが、増下海岸、現在のコートジボワールで、植民地会社を組織し、生産を奨励した。インドネシアには、1560年に、スペインによって、ジャワ島に伝わっているが、生産が広まったのは20世紀で、特に1980年の市場暴落後の30年で、生産を伸ばしている。詳細は、 ココは、カカオマスを参照。カカオは、愛型アレルギー原因物質のチラミン、ニッケルを含み、チョコレートアレルギーの原因となる。なお、チラミンは、血圧や心拍数を上昇させる効果があり、チョコレートの食べ過ぎで鼻血が出るという俗心のもととなったが、実際には健常者に出血させるほど強い作用はない。2012年のカカオ豆の全世界における、 生産量は約500万トンである。以下に生産量上位国の内訳を示す。カカオ生産の特徴として、バナナやコーヒーといった他の熱帯性商品作物と違い、大規模プランテーションでの生産が一般的ではないことが挙げられる。これはカカオの植物学的特性に理由を求めることができる。カカオの木はインジュであり、 大きくなるまでは他の木の陰で生育させる必要がある。つまり単一の作物を広大な面積で一挙に栽培することが困難であり、規模のメリットが得られにくい。一方で、プランテンバナナのような大きくなる木とのコンウェルには適しているため、自給的な小規模農家が片手間に商品作物として栽培するには極めて適している。ガーナにおいては、 労働者が未開発の土地を開発する契約を地主と結び、バナナやキャッサバなどの主食用の作物を育てながらその陰でカカオの木を育て、カカオが成長し十分に利益が出るようになると開発地を切半して半分を地主のものに、もう半分を労働者のものにする契約がかつて盛んに行われ、カカオ生産成長の原動力となった。カカオの生産には 歴史的に奴隷労働が多く使われてきた。古くはアジア人のクーリーが最近でも西アフリカ地域では自動奴隷が労働力として使用されている。2001年10月に最悪の形態での自動労働を禁じるハーキン・エンゲル議定書が米国議員とチョコレート製造業者協会の間で締結された。しかしその後も コートジボワールのカカオ農場のうち90%が維持のために児童も含む奴隷を何らかの形で使っているとされている。カカオの価格が下落すると西アフリカの農民がしわ寄せを受けることとなる。チョコレートメーカーに有利な低すぎる価格が設定されているため、コートジボワールの生産者の58%が極度の貧困状態となっており、不自由なく、 生活ができるほどの収入を得られる生産者はたった7%である。そのような状況の中、生産者の子供が労働力とならざるを得ない。カカオ豆の貿易に参加している国は少ない。マレーシアは加工能力に優れるためインドネシア産のカカオなどを輸入し、製品を輸出している。カカオ豆の価格は買い上げ制度があるーナなど一部の国を除き、ロンドン。 主にアフリカ産とニューヨーク、主に中南米産の商品先物市場による国際相場が握っている。トンあたりの価格が数年で500ポンド945ドルから3000ポンド5672ドルまで乱高下するなど生産者は不安定な世界市場の直撃を受けている。カカオ先物市場のうち、 現物のやり取りがあるのは3から4%に過ぎず、現実に存在する量の7から9倍が取引されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。